わどうもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。ということで皆さん、いきなりなんですけれども、日常ってアニメ知ってます？俺がですね、中学生高校生ぐらいの時にやってたアニメなんですけれども、まあもともと漫画が元で、日常っていう漫画を元にした、でアニメきっかけで俺すごい好きになったものがあるんですけれども、今回ですね、そのオタク心をくすぐるような、まあ一応その日常の作者の方のなんかツイッターフォローしてるんですけれども、その方がですね、先ほどツイートしてまして、なんと日常のカレンダー、日めくりカレンダーが出たということなので、まあ、あの少年エースさんという付録になってるのかな、ちょっと買いに行きたいなと思うんですけど、めちゃくちゃ雨降ってるな。めっちゃ雨降ってるやん。まあ、ちょっと今から買いに行こうかなと思います。どんな感じなんだろう。あのね、完全にね、衝動買い完全に衝動買いです。全く何も考えずに、とりあえず今本屋さん向かってます。でですね、まあ先に言っとくんですけれども、もうほぼほぼにわかです。ほぼにわか。買いました。ちょっと帰ってちょっと見てこうかなと思います。はい、まあということで買ってきました。ガチガチで雨降ってて、これ裸体で買ったんだけど、濡れないかどうか心配だった。ということで早速ちょっと開けていこうかなと思います。さあ、果たして中身はどうなってるんでしょうか。おお、ちょっと待って、すごい。日常31日毎日日めくりカレンダー、これだけは見せていいのかな。一応まあこんな感じです。でですね、結構分厚くなってまして、これって6月限定なのかな、それとはもう1日2日3日4日みたいな感じで分かれてんのかな。気をつけてください。あ、なかなかね、開けづらいっす。あ、なるほどね。まずこれがついてると、これがついてまして、あ、え、ちょっと待って、いや、あの名シーンが、え、これは面白いちょっと待って、名シーンだらけやん。数字が書いてます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 みたいな感じで数字が書いてあって、スマホかなんかのカレンダーを見て今日何日みたいな日常好きな人は買った方がいいわ。ガチガチで防災書けとくけどめっちゃいいわ。え、でも絶対これだけでも、これあのね、これ650円なんですよ。650円で、え、マジすごい。650円で日常のカレンダー変えて、こ、漫画も読めんの。おお、すごい。まあ、650円で漫画も変えるし、日常のカレンダーも変えるの。これマジで本当に日常好きは絶対買った方がいい。650円なんてさ、一色抜いたら元取れるから。ちょっと我慢したら元取れるから。全国のダイエット選手たち。なんかエッチな漫画がある。うわ、めっちゃ女の子泣いてる。なにこれ。ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う、7巻発売中。どういう漫画。